オープン戦 VS ロッテ岡田監督コメントまとめ。伊藤は5回を投げて収穫が多かった。伊藤と村上2人投げれたからそれだけで十分や。もうちょいでそうやけどな。伊藤に関してはな、まだもう1回あるからな。ちょっと感覚虚しくしな。近本がずっと結果が出ている。そうやな、まあなあ、これからやろうな。開幕ベストな状態で行くようにするのが目標やから。佐藤も最後に1本。まあ別に変えようかなと思ってたけど、お前、いや分からへんで。そら開幕はお前オン。オープン戦で初めて勝ちがついた。勝ちがつくってそういう問題じゃないやろ。明日ミーティングするやん。サインの初めて。まとめ。今日は伊藤、村上が投げれただけで十分。伊藤はもう少し球速出せそう。近本が好調&佐藤がヒットも、あくまでも照準は開幕。オープン戦の価値は関係なし。明日のミーティングでサインの確認。